ヌール・ジャハーンは北、インド、ムガル帝国の第四代皇帝ジャハーン・ギールの日。父はミールザー・ギア・スベグ、アーサフ・ハーンは弟にあたる。ヌール・ジャハーンは最色区拳の女性で皇帝ジャハーン・ギールの長期となり、健康の優れない彼に代わって事実上の皇帝として政務に携わった。後、ジャハーン・ギールが死ぬと権力を失い、シャージャハーンの知性では、 年金受給者として、予定を送った。ヌールジャハーン1577年5月31日、ヌールジャハーンこと、ミフルン・ニサー・ハーヌムは、イランのサファビー町の貴族であるミールザー・ギアースベグの娘として、アフガニスタンのカンダハールで生まれた。その後、同年に、ミールザー・ギアースベグは、インドへと移住し、後をとにアーサーフ・ハーンが生まれた。移住後、ミフルン・ニサー・ベーグムは、 絶世の美女に育った。なおかつ、彼女は頭も良く、教養が備わっており、様々な資質を持ち合わせた魅力的な女性となった。やがて、ミフルンニサー・ハーヌムは、父の公職の関係上、ミコ・サリームと知り合った。サリームは彼女を見たとき、その美しさに衝撃を受けたという。その後、彼らは恋人同士となった。この知らせは、皇帝。 アクバルの元にも知らされたが、アクバルは彼らを結婚させることに反対し、誰か別の人物と結婚させるように進めるようになった。そのため、ミフルン・ニサー・ハーヌムは、宮廷の高官、シェイロ・アフガーン・ハーンと結婚した。彼もまた、イラン系の貴族であり、ベンガルにマンサブとオジャーギールを持つ人物であった。その後、彼らの間には一女ラードリー・ベーグムが生まれた。だが、 シェール・アフガーン・ハーンはその振る舞いによって、ベンガル大使、クトゥブッティーン・コ家の不評を買い、彼らは仲が悪くなっていった。クトゥブッティーン・コ家が、シェール・アフガーン・ハーンの元に赴いて、いさめようとした際、シェール・アフガーン・ハーンは大使を殺害してしまった。クトゥブッティーン・コ家を殺した、彼もまた、その場にいた衛兵に、殺人者として処刑された。 ヌール・ジャハーンとジャハーン・ギール、シェイル・アフガーン・ハーンの処刑後、ミフルン・ニ・サー・ハーヌムは、彼との間にできた娘ラードリー・ベーグムを連れて、アーグライと帰った。一方、1605年にサリームは、アクバルの後を継いで、皇帝、ジャハーン・ギールとなっていたが、彼女を忘れてはいなかった。1611年3月16日、ジャハーン・ギールは盛大な式典を挙げ、 ミフルン・ニサー・ハーヌムと結婚した。彼女を間もなく、第一日とした。同年5月25日、ミフルン・ニサー・ハーヌムは、ヌール・マハルの称号の称号を与えられ、1616 16年3月19日からは、ヌール・ジャハーンの称号で呼ばれた。1610年頃から、ジャハーン・ギールは病気の発作を起こすようになり、ムガル帝国の国政は、最小オミールザー・ギアース・ベグ・グア・ヒ・ヌール・ジャハーン。 その弟アーセフ・ハーンに握られていた。この三人にジャハーン・ギールの後継者とも言える巫女、フッダムが加わり、事実上の四党政治が始まった。皇帝のすべての直令には、ヌール・ジャハーンの名も記され、その名を刻んだ効果を鋳造させた。ヌール・ジャハーンの名は、ジャハーン・ギールの名と共に、直上にも併記され、彼女は事実上の支配者、つまり皇帝と同格であった。 1622年に、最初ミールザー・ギアースベーグが死ぬと、ジャハーン・ギールは彼女を、さらに徴用した。こうして、ヌール・ジャハーンは皇帝をしのぐほどの力を得て、皇帝、ジャハーン・ギールはその苦別に過ぎなくなった。だが、自分の一人だけに権力を行使しようとせず、権力の行使はあくまで二人であることを前提とし、皇帝の飲酒癖をやめさせようとした。このような努力により、 ジャハンギールの怒りと暴力の発作は徐々に収まっていった。ジャハンギールも、また、ヌールジャハーンにはとても感謝しており、火ほどあまりを思ってくれる者はいないと回顧録で述べている。ヌールジャハーンと、ジャハンギール。巫女、フッダムもいるとはいえ、皇帝、ジャハンギールが、このような状態であったので帝国の国政は、乱れ、ジャハンギールの長男不スロー、次男のパルビーズ。 三男のフラム、四男のシャフリアールの間で、低継承をめぐる争いが発生した。1619年、ヌールジャハーンは、先父、シェール・アフガーン・ハーンとの間のカズメ・ラードリー・ベイグムを、シャフリアールに嫁がせた。もともと、娘はフラムに嫁がせるはずであったが、彼がこれを拒絶したため、シャフリアールに嫁がせることとなった。だが、 ヌールジャハーンがシャフリアールに娘を嫁がせたことで、他の巫女は後継者の地位を危うくされたと思い、宮廷に緊張が走った。特にフラムは事実上の最高権力者であるヌールジャハーンと対立したことを聞きと感じ、対決姿勢を明確にした。デカン遠征を命じられた際、フラムはフスローを引き渡さなければいかないと言い,い、1621年に、 花々しい勝利を収めると、フスローを殺害してしまった。1622年、サファビー朝がカンダハールを占領すると、シャフリアールに、その奪還の命令が下され、同時にフラムの領地の時代の一部が彼に与えられる、ことになった。フラムはこれに対して、反乱を起こしたが、帝国の派遣した武将マハーバトハーンの軍に敗れ、デカンに留まることを要求された。その後、事態は、 平穏を迎えたが、ヌール・ジャハーンはフルッダムを破ったマハーバト・ハーンを警戒し、彼はパルビーズを支持していたため、その排除を計画した。1626年に、ヌール・ジャハーンは、マハーバト・ハーンに、ベンガルに戻るかあるいは宮廷に出資するかを命じ、彼は後者を選んだ。だが、ラージュプートの兵4000を連れていたマハーバト・ハーンは、皇帝とヌール・ジャハーンの身柄を捉えた。 しかし、ヌールジャハーンは、自身の説得術で事態をうまく切り抜け、マハーバとハーンを、自身の軍門に加えた。その後すぐ、パルビーズが死亡し、後位継承者はフッラムとヌールジャハーンが支持していた、シャフリアールの二人となった。フラムは、ヌールジャハーンに味方する、マハーバとハーンを打倒するために兵を集めた。ヌールジャハーンはフラムとマハーバとハーンの争いを見て、 二人ともの排除を計画していた。そうした中、皇帝、ジャハーン・ギールが突然死亡し、ヌール・ジャハーンの権力に陰りが刺した。ヌール・ジャハーン病・ジャハーン・ギール死去の際、ヌール・ジャハーンは居合わせていたが、皇位継承者たるフッラムとシャフリアールはその場に居合わせていなかった。さて、ヌール・ジャハーンの弟アーサフ・ハーンもその場に居合わせていた。だが、彼は、 自分の娘ムムターズマハルをフッラムに嫁がせていたため、彼はフッラムがデカンから帰還する時を稼ぐため、クグ月の皇帝ダーワルバフ首を擁立した。ヌールジャハーンが支持していたシャフリアールは、ヌールジャハーンは事実上失脚した。1628年1月24日、フッラムはアーグラに入って、シャージャハーンを名乗り、2月14日に帝位を占し、帝国の皇帝となった。 それに伴い、ヌールジャハーンの支持していたシャフリアールをはじめとする多くの皇族が処刑された。失脚したヌールジャハーンは隠居生活に入り、年額20万ルピーの年金が与えられた。その後、1645年12月17日にラホールで死亡した。ありがとうございます。